はい、どうも、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回は久々のモンスターハンターやっていきたいと思います。現在ですね、救難信号にてですね、全く知らない人のクエストに参戦しておりますが、確かこれ20分のクエストなんですよね。で、相手が飛びかかちで歴戦個体かな。飛びかかちあれだな、虫が案内してくんないな。亜種、飛びかかち亜種。確かに全然戦ったことないですよね。オドワロンじゃなくて。飛びかかち亜種ってどんなんだ？多分誰かが発見してくれたっぽいね。助かります。本当はね、もっと大物に行きたかったんですけどね、時間の兼ね合いで急遽大して強くないであろう飛びかかちに来てしまった。一応足跡拾っておこうか。こいつ、あれ、これオドガロンじゃね？あ、この先にいるってことか。あれか。どんなやつだ？こいつの足じゃないやつってどんなやつだっけ？それすら覚えてねえよ。前回も結構前ですよね、動画でもう流行ったのね。まあまあ、強くなって帰ってきましたよ。モンスターハンターばっかやってたんでね。あと、あ、でもビルダーズも割とやってましたけど。動画じゃない時はね、モンハンを割とやってました。余談ですけど、結構ね、一つのゲームやると僕長いんでね。一緒にやってくる。おい、飛ばすな、飛ばすな。してくれるね、友達やフレンドがいるんで。実はね、何気に今着てる装備は2日ぐらい前にね作ったばっかの爆破属性装備になるんですけど、かなり火力特化で作ってるんで。こいつは弱いからいいけど、強戦を1レベル1下げて、心眼をつけるか、それとも強戦のままにしておくかがね、結構悩んだんですけど、結局、強戦にしてあります。まあ、スラッシュアックスはね、剣モードの時は弾かれないんで、いらねえんじゃねって友達が 言ってたんで。えい、どうぞ。あ、そういえば、そう言ってなかったな。よいしょ。あ、これ変な方向行ったかも。危ねえ。早いっすね、これ。火力が特化されていて、この間フレンドが上位の装備っていうか上位の道具欲しいっつうもんで、道具じゃねえや、なんだっけ、アイテムというか革っていうんですかね。
あ、ちょっとその周回したんですけど、3分もかからずに倒してしまうっていうね。まあ上位ですけどね。ダメージ軽減の効果がありましたっていうのが謎なんですよね。僕これ精霊の加護ついてないんですよ。一応これともう一個無属性用の装備を作ったんで、そっちはもう精霊の加護レベル5になってるんですけど、こっちは何だろう、なんで精霊の加護発動してんだろう。痛い痛い痛い。あれこれデリオールスじゃん。 いつの間に。残り10分もあれば十分ですね。今までずっとね、実はソロでやってきて、最近ようやくこのマルチをやるようになったんですけど、なかなか楽しいですよね。やっぱ4人でやってこそのモンハンだなって感じもしますよ。 PS プラスのお金払うのだるいけど。ナイスー。あ、笛吹いてくれてる？もしかして誰か笛の人いる？隠したんだ。いやー、お疲れ様でした。わーい。こんなね感じで赤色にまとまった可愛い装備になりつつ、火力特化爆破属性装備をね作ったんですよね。まあ、素材なんていらないんでね。弾はいい弾出るといいな。お、短縮と整備だ。これ結構でかいね。短縮。集中は割と重要かと思われます。スラッシュアックスなんでね。通撃、あ、弱点特攻か。超会心が欲しいな。短縮。まあ、これまた考えていこうかな。なんか俺、状態異常の達人って書いてあったけど、いつ誰をどうやって状態異常にさせたんだろう。まあこのね、爆破属性攻撃特化装備は本当にこういうやつと戦う時にはいいんですけど、まあ、僕自身そんなモンハン上手じゃないんで、まあ、できれば精霊の加護がついたね、いつも使ってる無属性のアンイシュワルダのね、これね、これに、して戦った方が死ぬ確率は低いんですけど、まあ、今回ね本当に作ったばっかだったんで、試し切りということでこの装備を使って、見ました。はい。では
今回はね、ここでお開きにしたいと思います。まあ、次回もちょっとね、大物行きましょう。できればね、マルチでまた誰かと協力してね、やっていきたいと思います。モンスターハンターね、なんか重いんすよね。つけとくと PS4 がめちゃくちゃ動作が重くなってしまって、で動画アップロードするのもめちゃくちゃ時間かかるんで、一回ね、電源を切らないといけません。はい、ではここまで見てくれてありがとうございました。バイ。